ひなチャンネル。今日はレベル1魔王とワンルーム勇者3話の反応会ね。今回幽霊が登場してきたんだけどさ、いろいろと言いたいことがあるけど、反応の後に行こうかね。何よ、言いたいことなら言えばいいじゃないの。とりあえずみんなの反応どうぞ。ゴブリンか、ゼニゲバ系親父か、嫌われゴミ魔族、実は俺最強でしたのせいで結界に過剰反応するようになったわ。なんかうさんくさいな。でもお高いんでしょ。インチキでしょ。松岡くん詐欺師役神勝かな。なんで過去の回想してんだ、めっちゃインチキって。これってなんとなく女向けアニメな気がするんやが、もしかして合ってる。合ってない。魔族わらわらで草、光子力研究所かな。効果あるやん。効果あって草、効果あんのかよ。マジで効果あるやん。お守り割と効果あって草。お守り使えるやん。光はするのか。お守り一応効果ないわけではないんやな。効果あったりなかったりしろ、悪いやつじゃないんか。羊がキモい。タテラップ好き。豆腐さんやん。魔王かわい。魔王ってなんで性転換したんや。異世界だと完全に男だったよな。魔王は転生してるから女になったんやろ。勇者パーティって4、5人ぐらいのこと多いけど、100人ぐらい連れて行ってもええのにな。このターザンみたいなやつ、あの鎧兵士なんか。陛下、心の声がダダ漏れです。幽霊おらんやん。誰が描いたんや。ビデオボックスってなんだよ。花太郎金太郎や、フライデーやん。マスゴミしね。否定しとけよ。答え方が悪い。メディア対応が下手すぎる。へのへのもへじかくな。どえらいことやってるな。取りすぎだろ。てかこの世界に普通にモンスターいるってこと。改めて見ると記者ってクソ迷惑やな。今さら勇者が女連れてて何の問題あるんだよ。川の上走ったんか。まああれは誰でも取るやろ。アパートの部屋数多くね。お母さんかな。履き替えなさい。好き。赤ちゃんプレイ目撃されるやつやん。勇者パンツ草、どっちもおっさんなんだよね。弾丸と3つ目どっちがいい。ドラえもんかな。幽霊おらんやん。押し入れなんかいるんじゃないのか。あの中誰かおったやろ。あの幽霊は原作最新話でも触れられてないらしい。布団に乗ってんの草。懐かしいな。おい、思い出した、仲間に女おるやん。10年がなんだ。日本ちゃうんかここ。シリアスか。裏切り者。あの鎧が裏切ったのか。松岡くんが裏切りそうなキャラなのに違うんやな。真面目な話はお風呂でしろ。でもお安いんでしょ。うさんくさいかと思ったがまともなんか。そんな安いままで放置してたのか。魔王かわいい。なんか魔王が可愛く見えてきたわ。疲れてるのかな。魔王おかんの出番が少なすぎる。シリアス展開入るの早いな。さんはやぞ。とぼけちゃって。魔族の女バレてるやんけ。魔族ってわかるのか。業界人か。意外と頭柔らかいんやな。つながりどころか一緒に住んでるからな。世間派裏切り者。松岡くんこういうの好きだよな。脅しやん。もう魔界に移住しろ。幽霊出てきてほしい。そこで幽霊出てくるの。そういえばそうやったわ。そっとし。お前背景ちゃうかったんか。ワイの願望が当たってくさ。サンキュー幽霊。闇芝居要素。お前聖職者やろ。どうにかしろ。魔王を倒した一人なのになぜただの幽霊にビビっとるんや。除霊しろ。幽霊には弱いんか。おかしいのはお前だよ。ガチで幽霊住みついてたんか。僧侶が幽霊怖がるなよ。ターンアンデッド使えよ。この幽霊は何なんだよ。サンキュー幽霊ちゃん。住んでる二人は見えないから幸せやな。ただ意味もなくこの部屋に幽霊がいるだけなのか。住んでる二人は強すぎて心霊物件関係ないのか。幽霊強いな。怯えてて草。ダメです。まだ諦めてないのかよ。もうホモにしか見えんわ。弱りすぎやろ草。松岡くんいいやつだったな。幽霊くんそんなに強いのかこの世界。無駄に作がいいな。どこ行くねん。帰ったやん。こっから仲間入りやったんか。綺麗なマックス。そら惚れるわ。勇者の声が爽やかやな。勇者の怪我もヒールしてやれよ。早く女をパーティーに加え入れろ。思ってたより面白いなこれ。昔のマックスより今のくたびれマックスの方が好きだわ。シリアスっぽい部分もあったけど言われるほど悪く感じんわ。僧侶と勇者の絆が確認できてよかったわ。魔王の中身おっさんだけどホモなんか。幽霊屋の女の子ちゃうよな。嫌そうに見えて本当に気持ち悪いだけのキャラも結構やるぞ。みんなの反応はここまでです。そいでさ、あんたが最初に言いたかったのは何よ。反応でもみんな言ってるけどさ、こいつプリーストなんだよな。それならビビらず除霊しろよってな。大丈夫、私も同じこと思ったもん。モンスターと幽霊は違うってころなんかね。ゴースト系のモンスター出てきたらどうしてたんだろう。いなかったんじゃないの。確かにそうかもしれんな。それではレベル1魔王とワンルーム勇者第3話の反応でした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもご視聴いただいてる方も、初めて見てくれた方も、少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と
高評価、よろしくお願いします。